ダウン症の子供を産むことは悪？えらいこと聞くな。正直な話言っていい？これ俺の意見だよ。俺自分の子供がダウン症だったら、あの嫁さんにおろせって言うよ。おろせっていう命令系では言わないな。おろそうよって言うよ。だってなんだろうな、それってさ、産みたいって親のエゴじゃないの？ダウン症の可能性があったら、卑怯かもわかんないけども、俺その場合は生命、人間とか生命の定義をもう法律に委ねるわ。つまり法律で、受精して何ヶ月後からは人間になるから、それ以降は、堕胎が認められないというリミットあるじゃん。その前だったら、ああなんかダウン症の可能性があるのか、だったら下ろそうよっていうふうに俺は言うな。だそれを無理して授かった命だからっていうふうに考えるのは、本能や遺伝子レベルでは正しいのかも分かんないんだけども、文明人の作法じゃないなっていうふうに僕思うもんな。それはなんかなんだろうな、いやもうどれぐらい今ネガティブなコメントが流れてるかビビりながら思ってんだけども、言っちゃったかとか、宗教的な理由がなければそうだね、宗教的なな。でだからといってダウン症の子供を持っている親御さんとか、そういうふうな障害が子供にあると思いながら産んだ人に関して、俺エゴだよって言ったんだけども、エゴを押して子供を作ろうとか産もうと思ったんだから、それはなんか頑張ってほしいと思うんだけど、でも自分事としてはそれを頑張りよう、世の中に広げようとか、みんなもこれで、同じようにやってくださいなんて間違っても言いたかないな。なんかこの世界ってさ、なんだろうな、残酷さが本質の一面でもあるじゃん。だから残酷な本質があるからこそ、それに対する愛情とか思いやりっていう幻想を僕らは持っていて、その幻想が見えた時に僕らは希望を持って、残酷さの本質が見えた時に僕らは絶望する。この絶望と希望の間で動いてるわけじゃん。本質は残酷であって、で愛情とかなんだろうな、優しさとかつながりっていうのは希望だって、これは本当に僕現実だと思うんだよ。でこの世界はさ、もともとこの世界って言い方も大冗談にかぶるんだけども、子供って生きてる限り、女の人が生きてる限り6人から7人出産してまともに育って成人を迎えるのが 4、5人、つまり生まれてから成長するのが6割とか7割というような状態が人類という種に対してのなんかこうセッティングなんだよ。つまり、ちゃんと生まれて健康に育って育ちきりますっていうのを、100人子供がいたら100人とも全員育つようにはこの種はできてない、人類という種はできてない。もっとその中で3歳とか4歳ぐらいまでにパラ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 死んじゃうっていうのが当たり前の世界で、僕らの世界というのはセッティングされてるんだ。でそれを科学の力で今伸ばしてるわけだな。ぶっちゃけ科学の力で、本来だったら生まれてすぐに死んじゃったような子供でも、未熟児であってもなんとか生かそうとするし、生後何ヶ月とか何年でパッタリ死んじゃったような弱い子も医療の力でなんとか生かしてると。それは素晴らしいことなんだけども、同時に僕らの世界はすごく生きづらい人たちっていうのを生かすようにしてると。これが福祉が巨大になっている、理由でもある。福祉が巨大になっている理由っていうのは、ぶっちゃけなんだろうな、乳児、生まれてきた乳児を全員成人させようっていうような超福祉国家であるからこそ、それらの人々に対する配慮とかフォロー体制っていうのがどんどんお金も手間もかかってると思うんだよ、これ俺はな。でさっきのダウン症の話、具体的な話に戻るんだけども、なあなんか本当になあ、こういうふうな話するのは俺なあ、多分1対1とかで聞かれたり、ここで見てる人がさ、この吉祥寺のこの事務所に来たら本当に何ぼでも言えるんだけども、これをなんか何万人かが見てるような場所で言うのはめっちゃ怖いよな。岡田さんは心臓の病気があった。俺先天的な心臓の血管があってさ、心臓弁膜症っていうやつ でこれも生後1年生きれるか生きられないかっていうふうな血管だったんだよ。でそれを生まれてから分かったんだけども、生かしてくれたのは親の頑張りだし、それは感謝してるんだけども、だからといって全ての親がそんなことできるとは思えないしな。で何よりも親の人生って子供のためにあるんじゃないよ。その
親の人生は子供のためにあるっていうのは美しいしかっこいいし、俺はなんか感動はするんだけども、でもそれを当たり前にしちゃったら全ての人の人生がなんかあまりにもつまんなくなっちゃうんだよなと俺は思うので、子供がダウン症とか先天的な結果を持ってたら、僕は自分の嫁さんだったらもう産むのやめようよっていうふうに言うし、友達に相談されたら絶対にそれやめた方がいいよっていう。で、後で恨まれてもなんか何年か経って、いやあなたはなんか私を殺そうとしましたねっていうふうにその子供当人に言われても俺は言うわな。うん、難しい問題だな。選択の機会を与えられるべきってことか。うん、そうだね。親に選択の機会が与えられるべきで、それを無意味に周りの社会とかが頑張れとか、なんだろうな、生まれてくる命の可能性を奪うとは何事かっていう権利はないと思うんだよな。俺本当にそれは、それはそのリスクをなんだろう、全部親っていうのはさ取らなきゃいけないわけだから、励ますんだったらともかく選択肢を狭めちゃいかんよ。頑張れって言うんだったら、頑張れ私も何々しますだったらいいよ。例えば、いやダウン症なんだよって、いや頑張って産んでよ、私もなんか手伝えることがあったら手伝うからさ、ここまで行ってワンセットだと思うんだ最低限。でもそうじゃないのに、だからでも命なんだからっていうのってさ、それはさっきも俺言ったんだけど文明人の作法ではないと俺は思っちゃうな。いやもうな怖いな大重い。あのそろそろケーキ食べなさいってコメント。そろそろケーキ食べなさい。ちょっと今ので逃避のためにケーキ食べようか俺出しただけで食わないつもりだったのにどうなってんだろうな。あ、絶対悪く捉えて叩く団体出てきそう。そうかも分かんないな。ちょっとコーヒー飲みながら雑談しようか。今の問題もうちょっと考えてみる。よいしょ。間違いなく叩かれる。そうかもな。叩く人たちと多分対話って難しいんだろうな正直。俺もうさ54年も生きてるとさ、ある程度分かってくるんだけども、ちゃんと対話したらっていうふうに言う人いるけどさ、なんかね、こういう問題に関してはその人のタブーというのかな、なんだろうな、何がその人の美意識かというようなことに根本に触れちゃうんだろうな。そもそも対話する気がないのかな。いや、だからその怒る、こういう話をしたら怒る人も多分対話する気があるんだろうけどね、そういう人たちが100人ぐらい集まると急に会話できなくなるんだよな。で、おまけに僕と同じような意見を持ってる人っていうのをオフィシャルな場で聞いたことがないんだよなつまり子供は別に産むかどうか、さっき俺が言ったことをすっごいシンプルに誤解されるのを承知で言うと、子供を産むかどうかは実は親の自由だから無理だったらやめとけっていうことなんだよ。で、こんなのはっきり言ってる人間俺見たことないからさ、よっぽど危険なことだと思うんだけども、でも陰では言われてることだよな。もはや宗教の違いだよな。うん。もしだからこれを言う人がいないってことは、日本人っていうのは宗教がないように見えて強い宗教があるんだろうね。それは生命教なのかも分かんないし、愛情教なのかも分かんないんだけども、ああもうやめとけ、そうかも分かんないな、もうやめといた方がいいかも分かんないけど、いやもうコーヒーブレイクで今雑談なんだけどさ雑談で重たい話してるな。うんうん。価値観の違い、道徳、偽善だって子供を守るようなことになるよ通説は。中絶がこんなに合法化されて、実は人工中絶がすごく多い国なのにこういうことを言うっていうのところが日本の不思議なところだよな。人工中絶が禁止されてる国でこういう議論があるんだったら、現にそれは悪だし禁止されてるし、だからこうだっていう流れになるんだけども、よいしょ、とであると同時に、なんだろうな、子供を持つ年齢がどんどん上がっていく。つまり30年か40年ぐらい前までは、
女の人が子供を産む時の最小年齢っていうのは、よいしょ、25歳とか25、6歳ぐらいだったんだけど、今先進国ではもう30歳とか31歳ぐらいになってるじゃん。それと込みの問題だと思うの。なんで出産 の最小年齢はどんどん上がっていくのかとかさ、あと出生率自体はどんどん下がっていくのかっていうのと、出生率は下がっていくのになんだか人工中絶の利用者は増えているっていう問題と、あとダウン症でもやっぱり産むのかとか、ダウン症というじゃあそういうものを判定すること自体が正しいのか正しくないのかっていうのか、なんか全部混ぜて語られるところが日本のへんてこなとこだよな。あいよ。最後までありがとう。チャンネル登録してってね。